その類まれなる打撃センスでホークスの黄金期を支えた松中信彦選手。2004年に打撃三冠に輝き、平成唯一の三冠王として歴史にその名を刻みました。しかし、強いホークスを象徴する選手の一人だった男のキャリア晩年は、様々な言動で物議を醸すこととなります。今回は、そんな松中選手の不器用なプロ野球人生について詳しく見ていきます。三冠王への道のり。熊本県八代市出身の松中選手は、地元の八代第一高校を卒業後、社会人野球の新日鉄君津に入社しました。社会人時代の1996年には、アトランタ五輪の日本代表となり、4番バッターとして活躍。日本の銀メダル獲得に貢献します。そして、同年のドラフト会議で、福岡ダイエーホークスを逆指名し入団しました。迎えたプロ1年目は、金属バットから木製バットへの変化に対応できず、打率2割9厘という成績に終わります。2年目も成績は伸びなかったものの、9月5日の福岡ドームでの西武戦で、プロ入り第1号、第2号のホームランを放ちます。日本一ホームランが出にくい、と言われた福岡ドームでの柵越えは、松中選手にとって大きな自信となりました。そして3年目の1999年、ファーストやレフトでの起用でレギュラーに定着すると、この年、松中選手が放ったホームラン数は、チームトップだった4番、小久保裕紀選手と1本差の23本。長距離砲としての才能を開花させていったのです。松中選手の活躍もあり、この年のホークスは、福岡移転後初のリーグ優勝、そして日本一に輝きます。もともと巨人ファンだった松中選手は、憧れの王貞治監督を万感の思いで胴上げしたのでした。松中選手の打撃が開花した背景には、王監督からの熱心なアドバイスがあります。松中選手は次のように振り返っています。プロに入る前は、バットは体で振れという教えでした。しかし王さんの教えは、それとは逆。バットは体で振っちゃいかんと。壁をしっかり作って、ちゃんとミートポイントまでバットを出せ、というものでした。このアドバイスを最初は、よく理解できずにいた松中選手。しかし、レギュラーの座をつかんだ頃から、徐々にわかるようになってきたそうです。その後、小久保選手と共に、MK 法と呼ばれ、2000年にはホームラン33本、打率3割1分2厘を記録。チームのリーグ連覇に大きく貢献し、MVP に輝きます。しかし、巨人との日本シリーズでは、工藤公康投手からホームランを打ったものの、6試合を通じて1安打のみに終わり、逆シリーズ男と呼ばれた松中選手。チームも日本一を逃してしまいました。それでも、松中選手のバッティングは年々磨きがかかり、2001年は打率3割3分4厘、ホームラン36本、122打点と、自己最高の成績を記録します。さらに、小久保選手、城島健二選手、井口忠人選手の4人で、ホームラン30本カルテットを達成しました。2002年は調子を落としてしまいましたが、翌2003年は、膝の大怪我で、開幕前に離脱してしまった小久保選手に代わり、4番を務めます。ダイハード打線と呼ばれた超強力打線を引っ張り、再び打率3割、ホームラン30本を記録。打点は123で、自身初の打撃タイトルとなる打点王を獲得しました。こうして着実に大打者への道を歩んできた松中選手は、2004年、ついにバッターとしての高みに上り詰めます。打線の中軸として130試合に出場し、打率3割5分8厘、ホームラン44本、120打点という成績で見事三冠王を獲得。18年ぶり、史上7人目の達成者となりました。加えて最高出塁率と最多安打にも輝き、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に MVP とタイトル尽くしの1年となったのです。王監督激怒。三冠王に輝いた翌2005年、
膝に不安を抱えていた松中選手は指名打者として打撃に専念することになります。この年も好調を維持し、2年連続のホームラン王、3年連続の打点王を獲得しました。しかしプレーオフでは1安打しか打てず、チームも敗退。前年も松中選手の不振によりプレーオフで敗退していることから、短期決戦に弱いというイメージがついてしまいます。2006年のシーズン前には、日本プロ野球としては最長となる7年契約を結び、名実ともにホークスの顔となった松中選手。しかし、この年を境に、松中選手のプロ野球人生に暗雲が立ち込めてきたのです。その時の心境について松中選手は、2004年から2006年ぐらいまでは、どんなピッチャー、どんなボールが来ても打てると思っていましたね。自分の中では本当にこれ以上ないというくらい打撃を極めたという感覚がありました。ただ、2006年の交流戦の後、雑誌の取材でもう極めるところがないと話をしたら、天罰が下ったみたいにそれから怪我ばかりになって、と語っています。実際に7年契約を結んだ後は、怪我や不振によりホームラン数が激減。30本を超えることは一度もありませんでした。さらに2007年はチームの士気を下げる行動をしてしまいます。7月10日の楽天戦、ノーアウト1、2塁の場面で、バッターの柴原浩史選手はサイン通り送りバントを試みました。しかし、2塁ランナーの松中選手がアウトになり、バントは失敗。ベンチに戻った後、松中選手は柴原選手にこう言いました。何か言いたいことがあるのなら言えよ。すると柴原選手は、しっかり走れよ、とピシャリ。今度は松中選手が、しっかりバントしろよ、と言い返し、あわやつかみ合いの大騒動となってしまったのです。本来であればチームを引っ張るはずのベテラン二人の大喧嘩に王監督も激怒したそうで、王監督の剣幕は大変なものだったと球団関係者が明かしています。そしてこの年の松中選手は打率2割6分6厘、ホームラン15本、打点68とレギュラー定着後自己最悪の成績に終わります。異例の長期契約を結んだこともあり、試合に出ることが自分の責任だと思っていた松中選手。怪我が完治しないまま出場を続けることが増えてしまったと、後に語っています。見切り発車で怪我した足をかばいながらプレーすると、バランスが崩れて他の部分に負担がかかって、別の場所を痛めるということの繰り返し。しかも怪我をしたままだから、十分に走れなくなる。走れないと筋力もどんどん落ちてくるという悪循環でした。7年という長期契約が少しずつ松中選手の歯車を狂わせていったのです。ボイコット、そして引退。度重なる故障に苦しんでいた松中選手は、2013年にまたもチームの輪を乱す行動を起こしてしまいます。6月13日のヤクルト戦、代打で出場した松中選手は、その起用プロセスに不満を抱き、交流戦の優勝セレモニーをボイコットしてしまいました。松中選手によると、この試合は5回までに6点リードという展開になり、今日の代打はないと言われていたそうです。それにもかかわらず、8回に突然代打を告げられたといいます。2011年頃から代打での出場が増えていた松中選手は、一打席一打席、打てなかったら引退という覚悟で臨んでいました。そのため、準備不足な状態で打席に向かわないといけなくなったことが許せなかったのです。松中選手はスポーツ紙の取材に次のように語っています。代打はないと言われていたので、準備せずに行くことになった。プロ17年間、しっかり準備する気持ちだけは欠かさなかった。そこは譲れない部分だったので、カッとしてしまいました。ペナルティは覚悟していました。自分の生き様を軽視されたと感情的になってしまい、チームマネージャーの説得にも耳を貸さず、セレモニーをボイコットしたのです。当然、秋山浩二監督は大激怒。松中選手の行動は身勝手かと報道陣に問われると、当たり前やろ、思い出させるな、気分悪くなる。
いいことは喋りたいが、悪いことは喋りたくない、と声を荒らげました。そしてペナルティとして二軍への降格を言い渡された松中選手は、そのまま再昇格することなくシーズンを終えたのです。翌2014年は33試合の出場で打率1割台と低迷し、ホームランは1本も出ませんでした。2015年も怪我の影響から不調が続き、開幕を2軍で迎えることになります。ウエスタンリーグでは77試合の出場で打率2割9分9厘、ホームラン11本という数字を残したものの、1軍に昇格したのはチームが優勝を決めた後の9月21日でした。当時の心情を松中選手は次のように語りました。優勝して一軍に上げてもらい、ベンチに行った瞬間、あ、僕のポジションは危ないんだ、もう教えることも全て教えたんだ、という気持ちになりました。一軍昇格からわずか8日後、松中選手の電撃退団が発表されます。現役続行を希望し、他球団での出場機会を求めてのことでした。実は王会長から、松、お前のやりたいようにやれと言われていたにもかかわらず、松中戦力外という報道があったのです。球団からも話がなかったのに、出どころ不明の報道が出たことで、松中選手は不信感を抱いてしまったといいます。戦力外という報道を見てから、ああ、自分はもうホークスに必要とされていないのかもしれないと疑心暗鬼になりました。同時に、ホークスにはお世話になったし、できることならホークスで引退したいと思っていたけど、自分はまだ動けるし、もっと野球がしたいと思ったんです。球団への不信感は拭えず、自ら自由契約を申し入れたのでした。そして10月1日、ホークスでの最終戦。試合後に対談のスピーチを求められた松中選手は、後悔のないよう最後まで精一杯野球をすると、ホークスファンの前で誓った後、物議を醸す発言をしてしまいます。これからは若い選手たちが、必ず王会長が作り上げた強いチームを、王野球を継承していってくれると思います。必ず5年、10年、強いチームになると思います。僕もどうなるかわかりませんけども、もしも違うチームで戦うのであれば倒しに行きます。これをホークスへの挑戦状として批判的な論調で取り上げるメディアもあり、ファンの中でも賛否が分かれる事態となりました。この発言について、後に松中選手は次のように語っています。19年間ホークスに在籍させてもらう中で、弱かったホークスが強くなり、優勝も何回も経験させてもらいました。ホークスには常に一番強くあってほしいと思っています。でも僕はそれ以上に野球が大好きで、小さい頃からずっと野球で一番になりたいと思っていました。プロになってからも誰にも負けたくないと思ってプレーしてきました。だから僕が別のチームに移ったら、まっさらな気持ちで真正面から強いホークスに挑みたい、そして勝ちたいと思ったんです。松中選手の野球に対する純粋な思いと、プロ野球選手としての誇りが、倒しに行くという発言につながったのでした。こうしてホークスを退団した松中選手でしたが、獲得に乗り出す球団は現れず、2016年3月に引退を決断します。引退会見の場で、ホークス退団から引退決断まで、どのように野球と向き合ってきたかを問われると、悔いのないようにという、それだけですね。僕も王会長に育てていただいて、僕に言ってくださったのは二度とないこの一球という言葉、それを僕の中でもやってきました、と語りました。ホークスを戦力外になってもすぐに現役を引退せずにトレーニングを続けていたのは、尊敬する恩師の教えがあったからかもしれません。こんないろんな経験をさせてもらって幸せ者だなと思っています。大好きな野球を始めてここまでできたので、本当に何回も言うけど感謝の気持ちしかない。涙を流しながら何度も感謝という言葉を口にした松中選手。こうして平成唯一の三冠王は静かにバットを置いたのでした。自分の道を貫く職人タイプであるがゆえに、
時にはその言動を誤解されることもあった松中選手。だからこそ周りから影響を受けることなく、バッティングで高みへと到達できたのでしょう。今後はプロ19年間で磨き上げた技術を若い選手に伝えていってほしいですね。